こんにちはこんにちは、はい、<laughs> ここから高野さん竹内さんお二人にはアイミルワットアイウントをテーマにお話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますしやっぱり <laughs> あのー まあ試,合が試合をしてあのリングの上でこうインタビューがあるんですけれども、えー、その時喋っている時にやっぱヤジを飛ばされたことですかねやっぱそれが聞こえてきたりとかするとあのあすいませんでしたという気持ちになりますね、もう本当にやっぱ皆さんお金払って見に来ていただいているのに、えー、皆さんの望んでいる試合ができなかったことに悔しいというかそれもありますね。そういういのももあるんんですすけれどもすみませんあの私、えー 減量中で <laughs> 来週<の>頭が今回って試合があるんですよねす回ってなくてい<や>すみませんいやいやいや大丈夫ですちょっとたまに空回りしちゃうところ <laughs> 中野さんはモデルもされてたということで人一倍気を使っている部分がいっぱいあるんじゃないかと思うんですけどいや正直私今体重の数字しか <laughs> <laughs> ちなみに何キロそことでもう本当に、ええ、あのやっぱ 朝起きて体重計乗ってとかこう数字で生きているのであのー、何でしょうかね何に頑張るっていうよりかはお風呂の入り方とかもこれぐらいやったら体重落ちるかなとかそのことでもう <laughs> 頭が日々いっぱいですね今 <laughs> ちなみに来週、はい、えっと何日でしたっけえ10月15日ですね何キロを何キロまで今落としてるんですか今回は57.8からえっ、ー、と52.16ですねだいたい5キロ半ぐらいですか。 今ちなみに一日の食事のメニューってどうなってるって、うん、やっぱ DNS アンダー,アーマーさんから頂い,いている、ええ、あのゼリーを飲んであとは水分とあのチョコレートを少し食べてっていう感じでほ本当に食も抑えてあとはたくさん動くこととか、ええ、あのですかねじゃあ高野さんにとって一番こう理想とする女性像というのはどういうものですか 女性像ですかん人間像でもいいですけど美しさと強さという意味合いでどんな自分でありたいないす私彫彫刻刻にになななりりたたいいでですす、ね、<刻>のよう体彫刻ですか, <laughs> なんか無駄なお肉もない、えー、もうとにかく鍛え上げたやっぱ鍛えた体があの結果だと思うので、うん、あの努力したら結構結果が出るスポーツでもあるので、うん、あの努力し続けてこうバキバキに。 やっぱりこう余分なぷよぷよしたお肉脂肪等は <laughs>、はいいいらないっていう私はあの遠慮しときますそこの部分は鍛え上げられた肉体美 <laughs>、うん、プラスカゴみたいな、うん、彫刻 <laughs> <laughs> いいですね、あのー 長期に考えるよりかは今日一日どうしようかっていう目標を考えて、うん、あのそれに達し,て達したら自分に何かこうご褒美とか、うん、そういうふうにあの飴と鞭じゃないですけれども、うん、何か厳しいことしたら甘,甘い甘く飴<や>って甘い。 <laughs> <laughs> 大丈夫そこからになりました。<laughs> もう本当にすみません。<laughs> 本当に空回りですね。今日ちょっと NG デーですね。<laughs> ちなみになんか禁欲生活を送りすぎると誘惑に弱くなるということもあるんですが、そのあたりの誘惑については。今よくないですよ。もう<あ>今う本当に無欲です。ああ、なんか悟りの境地ですね、うんうん。うん、今無無です。無ですか。あ<ー>あ、そうかそう。